2球目です。緩いカーブ、ワンエンドワンです。点差変わらず1点差、カープがリードしています。3球目はどうする。これは低め、近いところです。カウントワンエンドツー。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。さあバッティングカウントどう攻めるか。変化球外れました。さあカウントはワンスリーです。ワンアウトランナーはありません。さあ5球目、バットを出しません。さあフルカウント、ツースリーからの6球目、打っていった、これはライナー性、これでアウトが2つ。尾形ショートライナーに倒れました。そして次の2番尾形バッターボックスです。さあどこから来るか。最初はボール、ワンボールです。さあ3回目の打席、次の2投目。さあいい当たりだ、ショートです。取って、しかしこの打球はショートの守備範囲、これは一塁アウトでフリーアウトチェンジです。さあバファローズ、この後2番から始まります。カープ2番手ピッチャー投入です。梅津、1点リードの場面でマウンドに上がります。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。長身のサイドスローから繰り出される正確無比なコントロールボールで打者を切って取る。目指すは防御率ゼロ、梅津智弘。5回の裏バファローズの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター平野圭一、ボックスに入りました。まず変化球を見せてきました。ノーアンです。今日3回目のバッターボックスです。2球目はどう攻める。この低めの球は外れています。カウントノーツー。ここまでのバファローヒットが8本、そして3点を入れています。カープがリードしています。ここは見ます、フリーボールになりました。5回の裏バファローズの攻撃、さあ第4球、あっと打っていった、セカンドが取ります。一塁に送ります。これは一塁アウトです。平野セカンドゴロに終わっています。打順が変わります。後藤左ボックスに入りました。どこから行く。まずこれは大きく外れました。ボールカウントノーワン。この回は先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目、変化球入りました。カウントワンエンドワン。さあバッター後藤。さあ3球目は当てただけ、打ち上げて右中間です。アウト2つということになります。後藤ライトへの飛球に終わりました。そして次の4番中村、5回目がツーアウトです。その初球ボールから入りました。ワンボールです。先頭バッターは内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。第2球外、これはボール、ノーストライク2ボール。順調に2アウトにしています。さあ3球目、あっと今度はインコース。さあノースリーです。2アウトになりました。次のボールはストレートできました。ここはストライクが来ました。バッターの4番中村、次が5球目、あっと痛烈な当たり、これはサードになります。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。5回を終了、バファロー初めて3人で攻撃を終了しています。
で3番手ピッチャーに変えます。1点リードされた場面での登板。さあそのピッチングを見守りましょう。伸びのある直球と鋭く切れるシュートが武器、すでに高い完成度を誇る未来のエース勝木亮太。スカイマークスタジアムは6回の表カープの攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります島ボックスです。最初の球は初球ボール、ノンストライクワンボール。バッター島、第2球は同意、外のボールカウントノーツー。6回の表カープの攻撃、さあ3球目はインコース。ちょっとバッター唖然としてますよ。はい、バッター狙いが外れました。ここまでのカープヒットは5本4得点という内容です。カープがリードしています。この球は外に外れます。ワンスリー。さあ3回目の打席、さあ何を見せるか。しっかり捉えた、ファーストへの打球取りました。一塁がアウト、余裕がありました。島ファーストゴロに終わりました。そしてバッターは4番荒井、右のボックスです。初球は初球外してきました。ノーワン、ワンアウトになっています。2球目はどうか、見ましたがストライク、ボールカウントワンエンドワン。ここもまずワンアウトにしています。さあ3球目はどうか、変化球打って、これはサード取ってファーストへ送ります。これは一塁アウト。サードゴロに倒れました。そして次の5番前田、ボックスに入っています。どこから攻めるか、外から攻めていきます。カウントワンストライクノーボールです。今日3回目のバッターボックスです。次のボールは打ってセンターに上がった、ラックワンバウンドした、打ちました。さあヒットになった。前田1本目のヒットが出ました。さあランナーが1人出ました。栗原右打席です。まずは初球見送りました。さあカウントはワンナッシング、なおも2アウトです。次の2投目、外外への変化球、まあ照準絞ってたみたいですけどね。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。この3球目はどうぞ。これはボールです。ボール気味のね、コースがボール気味だったんですがね。はい、バッター見ていました。さあ4投目、あっと空振り三振、3アウトチェンジ。結局スイングアウトの三振です。6回の表までゲームは終了しています。カープ得点はなりませんでした。6回の裏バファローズの攻撃、対するこの回の先頭ガルシー、次へとつないでいけるでしょうか。第1球はどうか、まずは見送りました。カウントノーワン、4回の前の打席ライトへのシングルヒットを放っています。このボールは外への変化球は決まりません。ボール2球続きました。バッターは5番ガルシア。さあ次の3球目、コーナーついてちょっと外れた、ノーストライク3ボール。ガルシア今日は1回塁に出ています。次が4球目、横へ曲げてきました。ここでストライクカウントが入りました。さあ3回目のバッターボックス、さあ5球目入れてきました。もうフルカウントですよ。はい、さあストライク2つまで来た。これは強烈な当たり、低い当たりになった。ああ、こんなところが悪かったか。取りました。まあ正面に飛んじゃいましたからね。本当にいい打球でしたけどね。さあ1投目、最初はボール、ワンボールです。
清原、ここまで2回塁に出ています。さあ次のボールは低めインコース。さあカウントはノーツー。6番バッター清原、さあ3球目はどうか。低め、今のちょっと意表をつきましたけどもね。はい、今のボールでストライクを取りました。今日は1回と3分の1を投げ、許したヒットはありません。与えた得点はありません。外への変化球、さあカウントは 1-3 です。さあワンアウトです。次が5球目。センターに上がりました。ワンバウンドヒットになりました。ヒットになった。同点のランナーが出ます。清原、この試合3本目のヒットが出ました。これで猛打賞。なおもワンアウトです。最初の1球高めから入りました。カウント1ストライクノーボールです。今日3回目のバッターボックスです。さあどうでしょう。この球は主審はボールと言いました。ワンエンドワンです。ヒットのランナーを許しています。さあ次の3球目、ストレート、ツーエンドワン。さあ第4球、スライダー、ツーツーです。さあ何を見せるか。これは外れた。この誘いには乗りません。さあ 2-3 になった。あっと打った。ファウルです。ファウルになります。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。スイングアウト、ボールの球、スイングアウトの三振です。ちょっとボールに勢いがなくなってきたでしょうか。まあスタミナ的にどうでしょう。はい、そして次のバッターを迎えます。阿部正樹、6回裏2アウト。初球から打った、痛烈な台、バッと破った、綺麗に破りました。ファーストランナー2塁を回った。中継のショートへ、ツーベースヒット、2打席連続。2アウトながらランナー3塁2塁、逆転のチャンスとなりました。このバッターボックスです。ここでね、逆転できるといいんですけどね。はい、試合の流れを左右する大事な場面です。まずは変化球から入りました。さあカウントはワンナッシング。依然ツーアウトです。このボールは変化球が低めに外れます。ボールカウントワンエンドワン。9番バッター日高、3投目、変化球で2ストライク目を取りました。2エンド1です。次が4球目、変化球打ちました。右方向へ、取った。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。この逆転のチャンスはね、なんとかしたかったんですけどね。ですね、惜しい場面でした。6回を終了、バファロー2アウト3塁2塁のチャンスから得点には至りませんでした。バファロー、この場面で4番手のピッチャーとなります。萩原、1点差の場面での登板となります。カープ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。野手から投手にコンバートしたタフネスーアン、強気の投球で打者をねじ伏せる萩原潤。7回の表カープの攻撃、そしてこの回の先頭森川、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。まずはストライク、ワンストライクです。さあ3回目のバッターボックス、2球目です。低めの球、内いっぱいに入っていました。ツーナッシングです。さあバッターはどうする。フォークできました。バッテリー1球外してきました。さあ次の4球目は
変化球低めに持ってきましたがボールになります。ツーストライクツーボール。さあ5球目、さあこれは痛烈だ、これはファースト取りました、これは一塁アウトです。森笠ファーストゴロに終わっています。そして次の8番木村拓也打席に入っています。初球はどうでしょうか。初球外に来ました。ちょっと今のコースはね頭の中になかったんですね。はい、ここは狙い通りとはいきませんでした。さあ第2球まっすぐできました。さあ2ストライク追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか。ボールです。カウント2エンド1。さあ4球目、これも鋭い当たり、これはセカンドになります。一塁に送ります。一塁はアウト、余裕がありました。木村セカンドゴロに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。フラ打席に入ります。最初の1球初球わずかに外れてボール、ボールカウントノーアウト。さあバッターフラ第2球、今度はカーブを持ってきました。ワンストライクワンボール。フラ今日のゲームは1回出塁しています。さあ3球目は今度はスライダーを持ってきました。スライダーで追い込んでいます。さあ第4球落ちるボール打った、サードゴロです。一塁に送ります。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回の表が終了。さあ4回目の三者凡退に倒れています。最も努力を取った方には賞金とヒーローと拍手が待ってます。それではバファローズファンの皆さん、カープ3番手のピッチャーを送ります。長川一見リードという場面での登板です。さあそのピッチングはどうか。天高くから落ちてくるフォークと150キロを超える剛球で奪三振ショーを繰り広げる若き剛腕長川勝弘。7回の裏バファローズの攻撃、この回はトップからの打順ということになります。はい、右のバッターボックスです。どう組み立ててくるか。最初から落としてきました。ワンボールになりました。これが4回目の打席。さあ第2球ストレートを持ってきました。ワンエンドワンです。7回の裏バファローズの攻撃3球目、